第四次大仏大同盟は、ナポレオン2世のフランス帝国による派遣に挑戦するため、ヨーロッパ諸国が結成した同盟である。この同盟には、プロイセン、ロシア、ザクセン王国、スウェーデン、イギリスが参加した。この同盟の加盟国の中には、第三次大仏大同盟で過去にフランスと交戦したことがある国もあり、ほとんど平和な期間を置かずに戦争状態に突入した。 1806年10月9日にプロイセンは、オーストリアの敗北とライン同盟の形成による、フランスの強大化を恐れ、新たに形成された同盟に加入した。プロイセンとロシアは戦いに備え動員を行い、プロイセン軍はザクセンに集結した。ナポレオンは1806年10月14日のイエナ・アウエルシュタットの戦いで迅速な軍事行動により、プロイセンを激しく打ちまかした。 フランス軍はナポレオン式の下、プロイセンを占領し、プロイセン軍の残党を追撃、そしてベルリンを占領した。次にフランスはポーランドとロシアの国境にある東プロイセンへと進軍する。ロシア軍は1807年6月14日のフリー・トラントの戦いで壊滅し、その3日後にロシアはフランスへ停戦を求めた。第四次大仏大同盟の崩壊後も、 イギリスはフランスとの対立姿勢を維持した。1807年の終わりには、フランスとスペインの連合軍が、イギリスの同盟国であるポルトガルに侵攻して、半島戦争が始まり、大陸で再度対フランス感情が悪化した。1809年に、オーストリアが対仏戦争に再度加わることで、第5次対仏大同盟が結成された。1805年12月2日、 アウステルリッツの戦いに勝利したナポレオンはオーストリアを第三次大仏大同盟から脱落させた。しかしイギリス、ロシア、スウェーデンは依然として同盟を維持していた。1806年7月、ナポレオンはライン同盟を結成。これによってフランスの覇権は中部、ドイツまで及ぶこととなった。領域を接するプロイセンは1795年の バーゼルの和訳以来10年にわたって中立を維持していたが、これにより危機感を抱いた。すでに前年の戦役中にフランス軍によりアンスバッハが領土侵犯を受けたことで反仏感情が高まっており、加えてナポレオンがイギリスとの交渉にてプロイセン領となっていたハノーファーを断りなく、イギリスに手渡そうとしたことを知るに及び、不仏の対立は避けられないものとなった。 プロイセンは7月にロシアと同盟を結んだ。イギリスなども含む第四次退仏大同盟は10月6日に成立した。第四次退仏大同盟に参加した国家は以下の通りである。エルベ川を渡るナポレオンプロイセン国王フリードリ・ヒビルヘルム三世は国力の差もあり、フランスとの海戦に必ずしも賛成ではなかったが、王妃、ルイーゼ・プロイセン王子、 ルイ・フェルギナントといったハン・ナポレオンの急戦法は、坂に王を焚きつけ、ついに海戦の決意を固めさせる。プロイセンは、軍の動員を開始したものの、作戦計画や指揮権の所在が明確でなかったため、動員は、父として進まなかった。1806年9月26日、プロイセンは、フランス軍のドイツからの撤退を要求する、最後通帳を突きつけたが、 これは前日の9月25日にナポレオンがパリを発した後だった。こうしたプロイセン軍の初動の遅れはフランス軍に体制を整える時間を与えてしまう。10月9日、プロイセン軍はフランスへ戦線布告し15万の兵力を持ってチューリングへ進攻した。ナポレオンは直ちに20万の兵力を持ってバイエルンからザクセン方面へ向けて進撃。 10月10日、ザールフェルトの戦いで、ランヌ軍団が、プロイセン軍戦方のルイ・フェルディナント親王を、戦死させた。プロイセン軍本隊も、10月14日のイエナ、アウエルシュタットの戦いで、壊滅的打撃を受けた。イエナ方面ではナポレオン率いるフランス軍主力が、プロイセン軍の後衛部隊を撃破。アウエルシュタット方面では、 フリードリヒビルヘルム3世とブラウンシュバイク港に引きられたプロイセン軍主力が2倍の兵力を持ってダブー軍団に攻撃をかけるが撃退された。フランス軍は敗走するプロイセン軍を追撃し、10月25日プロイセンの首都ベルリンを制圧。10月27日にナポレオンもベルリンへ入場した。海戦からわずか19日後の出来事であった。 フリードリヒ2世の墓所を訪れたナポレオンは、彼が生きていれば我々は今日ここにいなかっただろうと語ったという。11月6日、マクデブルクの守備隊が降伏し、事実上、国内のプロイセン軍は消滅した。フリードリヒ・ビルヘルム3世は、東プロイセンへ逃れ、ケイニヒスベルクを臨時首都とした。ロシアは10万の援軍を、東プロイセンへ集結させた。 ナポレオンはポーランドに進軍。ポーランド人はナポレオンを祖国の解放者として熱狂的に迎え入れた。1807年1月末、玄関の中をフランス軍はテイニヒスベルクへ向けて進行。2月7日から8日、ロシアプロイセン連合軍とアイラウの戦いで衝突した。吹雪の中の戦いは苦戦となり、フランス軍はロシア軍の撤退によって新章を得るが、 両軍ともにおびただしい死傷者を出し決着はつかなかった。フランス軍は一旦交代し、ルフェーブルを指揮官として3月18日からダンツヒの抗議戦を開始し、5月27日にプロイセン軍守備隊が降伏した。ロシア軍も再編成を終え、6月に活動を再開する。6月10日のハイルスベルクの戦いで、フランス軍に対して、 戦術的勝利を収め交代した。ナポレオンは、ロシア軍を追うのではなく、その出撃拠点を叩くことを起とし、ケーニヒスベルクへ軍を向けた。ロシア軍は、フランス軍の中で最も東側を進撃していた、ランヌ軍団に攻撃を仕掛けたが、ナポレオンの率いるフランス軍主力に捕捉され、6月14日のフリートラントの戦いで大打撃を受けた。 6月16日にはスルトがケーニヒスベルクを占領し、プロイセンは完全に敗北した。7月7日から9日、ティルジットの和訳が締結され、ロシアとプロイセンは、フランスとコは、同盟から脱落した。ナポレオンはプロイセンから割上させた領土に、ベスト・ファーレン王国を建国し、弟のジェローム・ボナパルトを王に即位させた。さらに、ポーランドを独立させて、 ワルシャワ公国を建国した。これによってナポレオンは中央及び東欧における派遣を獲得した。この後、大陸封鎖令への参加を拒否したスウェーデンに対し、ナポレオンはロシア皇帝アレクサンドル一世と会談し、翌1808年、ロシアスウェーデン戦争を引き起こさせた。これによりナポレオンは北欧をも制圧した。クロドフェルター2017。 B150AB ボーダルト1916ピアニッシモ128129ヘイグメン2015ピアニッシモ33ありがとうございます